と手合わせできるね。妖精はとてもとてもかよ。エリ人々が身を寄せている自分の小ささが大戦世界を目にすれば理解できる。またみんなと手合わせできるね。ここが三尺の水雲を立つ。献身の道を差し伸べる。エリシ手合わせできるね。ここが三尺の水雲を立つ。大火の雲を覚えるがいい。お前またみんなと手合わせできるね。せ、一緒に絵を描こう。ここが三尺の水雲を立つ。そろそろ本気を出すよ。エリシア、またみんなと手合わせできるね。ここが三尺の水雲を立つ。大火の雲を覚えるがいい。あなた手合わせできるね。妖精はとてもとてもか弱いよ。怪我する私なんて痛くない。そうよね。出発するよ。
走り回ってて、むしろ楽しんでるよ。行こう。またみんなと手合わせできるね。ここからは三軸の水雲を立つ。そろそろ発表ですよ。一緒に絵を描こう。因果の…またみんなと手合わせできるね。ここがご苦労のさやに利権を培う。対価の意味を覚えればいい。運命。またみんなと手合わせできるね。妖精はとてもとてもか弱いの。怪我する私なんていなくて。そうよね。出発するよ。またみんなと手合わせできるね。怖がらないで。私の友達なの。心をさやに利権を培う。対価の意味を覚えればいい。私
と手合わせできるね。一緒に絵を描こう。ここか、三色の水、雲を立つ。過去の手合わせできるね。一緒に絵を描こう。ここか、三色の水、雲を立つ。献身の道を感じなさい。あなたを見つめている。それと同時に またみんなと手合わせできるね。行こう。出発するよ。
こう。またみんなと手合わせできるね。ここからは心を鞘に利権を培う。献身の道を開きなさい。またみんなと手合わせできるね。ここが三陸の水、雲を立つ。大河の海一緒に絵を描こう。またみんなと手合わせできるね。行こう。万里の道を行き、友達を作る。それが人生にある二つの楽しみなんだ。またみんなと手合わせできるね。ここが心を押さえる利権を培う。一緒に絵を描こう。またみんなと手合わせできるね。本日の演目はその名も蹂躙。ここからは本気を出すよ。
城寺左衛門リース賞勝たせてもらったよ。